毎年正月の格付け番組で僕は連勝記録を作り続けている。ネットではやらせ、運がいい、本当にすごい人なのかといろいろな憶測が飛び交っているのも知っている。そんな噂も無理もない。58連勝、メイウェザーじゃあるまいし、そんな声が飛び交う。だが僕はガクトだ。最後まで自分の手札を見せない。圧倒的な努力をした上でブラフか実力か、そうやって僕は最後まで勝ち続ける。よく冷静でいられますねと言われるが、胸の中はいつも爆発しそうなほどバクバクしている。心臓に悪い。たかだかテレビ番組だろうと言われるかもしれない。それが間違っている。どんな時でもこの緊張感を感じられることが大事。緊張感のないものに勝利などない。ジタバタするな。どんなに慌てても事態は何も好転しない。お前の胸の中にある銃をただ強く握りしめろ。強靭な覚悟を持って。だがその腕は出すんじゃないぞ。